い、どうも、トッテです。というわけでね、新年一発目ということで、今日はね、とっておきの企画を用意しましたよ。まあ、2023年はね、このハートデザインチャンネルもめちゃめちゃ伸びて、多分この動画が出てる頃には、登録者数5万人いってるはずです。まあ、そんなね、チャンネル登録者数5万人を記念してというかね、特別企画をやっていきたいと思います。イエーイ、はい、どんな企画かと言いますと、はい、YouTube の再生回数勝負やっていきたいと思います。イエーイ、このハートデザインを題材にした動画を皆さんに撮ってもらおうと思います。はい、で、そのトータル再生数の一番多かったチャンネルに賞金10万円贈呈します。おー、すげー。期間は1ヶ月間。この動画が公開されたこの時から1ヶ月間です。ショート動画は含まないです。通常の YouTube 動画のみです。なるほど。この期間内は何本でも動画を投稿してもらって構いません。期間中の動画のトータル再生数、それを参加者の皆さんの方で計算してください。計算してもらって、そのトータル回数をこちらに申告してください。なるほど。自己申告制です。で、こっちは申告してもらった数字の中で、一番再生回数が多かった人をチェックしてみます。で、それが本当にその数字で間違いなかったら、その人を優勝という感じでいこうと思いますので。このエントリーフォームとこの申告フォームっていうのがそれぞれ作ってますんで、それはこの動画の説明欄の方にリンクを載せてますので、そこの URL から飛んでもらって、まあまずエントリーしてもらって、再生回数の申告もそちらでやってください。まあ一応1位の人には賞金10万円なんですけども、2位から5位の人にも景品を用意します。おー、すごいね。はい。まあ2位の人にはまあフェザー2万円分ぐらいかな。5位までに入れば何らかの景品が手に入りますんで。で、対象となる動画は、この企画が始まってから初めて公開した動画のみになります。例えば、昔からハートデザインに関する動画を上げてる人がいたとしても、それはダメです。で、動画の内容は、そのハートデザインに関することであれば、どんなことでも構いません。ただ、釣りをするような形式の動画でやる場合は、他社のルアーとかが映らないようにだけしてほしいんですね。その動画内にはハートデザインのルアーしか映らないような感じ。そういう風にしてほしいんですね。まあ、竿とかリールとか、あとその小物とか、そんなのは全然構いません。自由なんだね。それは映ってもいいです。はい、ルアーだけはハートデザインのルアー以外が映らないようにしてください。はい、で、あと、アンチ的なこととかはダメです。要はこっちのイメージを下げるような動画はダメです。もうその時点で無効とさせてもらいます。場合によってはね、法的措置も考えます。はい。誹謗中傷的なことは、ね、慎んでください。そうですね。まあ、これはもう当たり前のことだ、ね。こういう当たり前のことでもできないです、いっぱいから。誹謗中傷が癖づいてる人は、ね、ご注意ください。で、エントリー用の動画の説明欄の一番上に、エントリー動画っていう文言を一言入れておいてください。うちのスタッフがこの企画が終わった段階で動画を確認させてもらいます。動画の内容もそうやし、その再生回数とかも、こっちでも一応計算するんで、ね、これがその動画だっていうのが、こっちではっきり分かるように、一言それを添えておいてもらうっていう感じです。タイトルはハートデザインとか、全然入れなくて大丈夫なんで。一番バズりそうなタイトルをつけてください。もうどんどんサムネ詐欺してもらっていいで、エントリーしてもらったチャンネルは、この企画が終了するまでは伏せさせてもらいます。要は、誰がエントリーしてるかとか、企画が進行してるときは一切わからないようにします。で、最後の結果発表の際に、いろいろ発表させてもらいます。はい、今回のこの企画って、どの人にチャンスあると俺は思ってるのか。っていうのが、多分だよ。こんだけ言っても、しない人の方が俺は多いと思ってるから。世の中ってそういうもんだよ。行動する人って本当に一握りやから。どうせ俺は無理だとか、私には無理だと思って参加しない人って結構多いと思う。だからこそ俺大チャンスやと思う。そうだね。本当にエントリー少ないと思うから、そもそもさ、管理釣り場の YouTube してる人って少ないよ、めっちゃ。海のジャンルとかと比べたら圧倒的に少ないから、どんな人でもチャンスあると思うけど。一人だったらその人一人に。そうそう。もう一人だったらもう10万くて。な、もうやるだけやってみるのは絶対チャンスだよ。うん。チャレンジ大事だよね。そうそうそう。しかも何本でも動画投稿していいわけよ。うん。毎日投稿すればいいわけよ。うん。別に釣りに行く動画じゃなくてもいいわけ。部屋でさ、これハートデザインのフェザーですって紹介するだけでもいいわけよ。一回の動画が100回しか再生されんかったとしても、それを毎日毎日30日間投稿してみる。トータルでいいんだね。トータルだよ。うん、なるほど。そう考えたら誰でもチャンスあると俺は思うわけ。うん。まあ、賞金目当てで全然いいし。普段アンチしてるやつがさ、この時でちょっと俺信者になろうとかやっても全然いいわけよ。まあわかんないからね。そう。で、それが終わったらまだアンチすればいいじゃん。優勝できんかったからってもうボロクソに叩くみたいな。叩けや。叩けや。それさえもこっちからしたらもう宣伝やねん。俺はもうアンチを気にしてないから全く。俺にとって宣伝やと思ってるからね。もうすべて俺の養分になってるからね、それ。うん、そもそも俺ネットを見てないから、ね、市場調査を全くしないのよ、俺。他社の動向とかも全然知らないわけ。俺は市場調査したくないんだよ、基本的に。他社の動向とかチェックしたくない。なんでかって言ったら、例えばアンチとかもそうだけど、ネットの評価とかチェックしちゃうと、例えば自分がもしこういうのがしたいって思ってても、他のところがやってるのを見つけちゃった場合、できんくなる。どんどん狭まってくるわけ。俺は自分の中から出てくる 100% のクリエイティブっていうのを具現化したいから、市場調査とかはせん方がいいと思ってる。そういう人間だから、当然アンチの声なんて俺には全く届かないわけよ。まあまあそんな感じなんで、皆さん好きなようにやってください。はい。ホーム内にその細かいルールとかはしっかり全部書いてますので、ご理解いただいた上でご参加ください。はい。本当にそのルールに少しでも乗っ取ってない人だったら、どんだけ再生回数がいたとしてもそれはもう無効になりますので、ご注意ください。はい。まあでもね、ハートデザインは、缶釣り系の YouTuber の中ではもうダントツの影響力だと思う。
カンスリ業界ってやっぱり未だにフェザーなことをないものにしたいと思ってる連中もいっぱいいるんだけど、うん、ここまで来たらもう無視できないよさすがに、うん、チャンネル登録者数5万人ですからね。しかもうちの動画の特徴ってカンツリ系アングラーとかカンツリに興味のある人だけじゃないのよ。もっと幅広い層のファンを抱えてるわけ。一般層ね。そう、一般層ってやつ、うん、カンツリのね人らってね、管理釣り場の中のそのちっちゃい世界だけでやろうとしてるから、パイは広がっていかないのよ。そのやり方だと管理釣り場の中の人だけを相手にしてることばっかりやってても、カンツリ業界のそのパイって広がらないから、うん、俺はそうじゃなくてカンツリだけじゃないし、釣り業界全体というか、もっと言うと俺は釣り業界の外の人間を引っ張ってこようと思ってるわけ。まあ、それが今のこのチャンネル登録数に現れてるかなと思いますんでね、はい、俺のやってることって格闘技業界に似てるんだ。そうなの？今格闘技業界ってブレイキングダウンってめちゃめちゃバズってんの、うん、でもあのブレイキングダウンってガチのマニアな格闘家からしたらめっちゃ嫌われてる、うん、あんなの格闘技じゃないみたいな感じで言われてる。本当の格闘技っていうのはもっとアスリートチックなそういう世界観なの。でもブレイキングダウンってその辺の街のヤンキーともがさやり合ってするわけじゃん。ああいうのってガチガチにずーっと努力してやり続けてきた人からすると邪道なの？そう、よく思わんわけ。まあでも大概嫉妬やと思うよね。そうだね。だってそっちの方が人気があるわけやから今、うん、一般層はやっぱりそっちを見るわけ。ガチガチの競技の世界にどっぷり使った格闘技って見ないわけよ。見てもわからんから。そういうのが格闘技業界でも起きとるんだけど、うん、まさにエリアトラウトのこのフェザーとスプーンみたいな感じに似てない？似てるかも。めっちゃ似てると思うよ、うん、ガチガチのスプーンしかやらない人とか昔からずっとカンツリやってるような人からすると俺の存在ってめちゃめちゃ鬱陶しいわけ、うん、でも俺はもっとライト層を引き入れたいと思ってるわけ。そういう層に釣りの楽しさとかアピールすることによって今までこの業界にいなかったような層を取り込めるわけじゃん。それって業界全体からしても絶対プラスだと俺は思ってるわけよ。そうでもせんと釣り業界に新規層って取り込まれへん。例えば釣り系 YouTuber って結構いるじゃん、うん、釣りヨカとか別にそんなガチガチの釣りっていう感じじゃないじゃん。いろんなことやってるもんね。むしろ釣りしてないことも結構あるじゃん、うん、でもああいうスタイルやからこそ釣りせえへん人でも見たりするわけ、うん、やっぱそういうのが大事だと俺は思ってるわけ。でも YouTuber ではそういうのもおるんだけどメーカーとかであんまそういうのってないのね、うん、メーカーとかもやっぱりもっと頑張らなあかんと俺は思ってるわけよ。例えば管理釣り場業界やったらすでに管釣り業界にいる人だけを相手にしてても、もう絶対に頭打ちなわけ。そのファンの奪い合いじゃん。ちっちゃいちっちゃい世界だったらそれをもっと広げようっていう努力をした方がよっぽど良くないって俺は思っちゃうわけ。俺がやろうとしたことはそういうことで、それを元からいる管理業界の人間たちがあんなのは邪道だって言ってるのっておかしいと思う、うん、いやお前らのためにもなっとんねんぞって俺は思うわけ俺が新規層をどんどん取り入れることによってその層がそっちにも流れるかもしれんわけか。だってさ、ハートデザインの動画を見て初めて管理釣り場の釣りをやってみましたっていう人めっちゃおるからね。うん、多いよね。めっちゃ多い、うん、じゃあそういう人はフェザーだけ使うかって言ったらそうじゃないか。いろんなルアー使ってる。その中でフェザーも使ってるっていうだけやから。だったらそういう人ってフェザー禁止のエリアにも行ったりするわけよ、うん、だからそれさ、フェザー禁止にしてる釣り場参加したらさ嬉しくね、うん、他のメーカーからしてもさそれでスプーンとか使ってくれて嬉しいじゃん。そういう人たちにも俺は利益を提供してんだよってこと。だから感謝されこそ批判される言い訳は全然ないと思うわけ、うん、もっと感謝しろよ俺そんなんじゃ絶対この業界は大きくならないんで、どん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 右肩下がりというか、今は奇跡的にコロナからずっと缶釣りブームが続いてるけども、でも最近やっぱりその缶釣りブームも陰りが出始めてて、どこの釣り場さんも厳しいって言ってる。それがフェザーを使ってるからとかって言ってるバカが多いわけ。いやいや、そういうレベルじゃないね。フェザー使ってようが使ってなかろうが、言うたらフェザー禁止のエリアでさえ、こっから先絶対に厳しいから。もうフェザーを禁止にしてるかどうかとか、そういうちっちゃい話でなくなってきてんのよ。業界全体を挙げて、カンツリ人口を増やしていかなきゃいけないわけよ。もうそういう時代になってきてるから。そこにあって、うちなんかはカンツリメーカーとして、こんだけ登録者数が増えてきてるわけよ。だから俺はその影響力を正しいことに使っていきたいと思ってるわけよ。その正しいことって何って言ったら、管理釣り場業界を盛り上げるってことよ。どん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 人を引き入れるってこと。で、今回の企画もそれの一環なんですよ。管理釣り場シーンを盛り上げるっていう一環として動画コンテストっていうのもやっていこうと思ったわけですね。なるほど。こういうさ、考えから来てるわけ。素晴らしい。この発想力がやっぱり他のメーカーには絶対ないから。まあでもね、多分俺がこういうことすると、またいろんなメーカーが真似する。真似すると思うよ。俺の企画めっちゃ真似されてるからね。例えばあの、一撃フィッシングってあるじゃん。ファーストテイクフィッシングっていうね、今から10秒以内に魚釣りますみたいなショート動画結構上げてるんですよ。いろんな人が真似してるから。やってるね。やってる。うん、でもまあ、いいんだよ、全然それで。真似されてるっていうことが、昔はもう通過やから。どんどん真似してください。うん、いや、でもね、ほんとそういうね、普通の缶釣りメーカーとかが全然しないような企画っていうのをね、これからもどんどんやっていこうと思いますんで。やっぱこの業界もっと盛り上げたいと思いますんで、皆さんも一緒に楽しんでいきましょうよ。行きましょう。はい。で、あの、もう一個。ついでになんですけど、モフガールを公募しようかなと。モフガールって要は釣りガールですよ、うん、モフガール企画っていう再生リストがあるんで、知らない人はそこを見てください。要はうちがプロデュースしてる釣りガールたちが、ね、奮闘するシリーズっていうのがありますので、うん、釣りガール企画っていうのもガチガチ釣りしてる人からしたらあんまり重要ないんだけど、ライト層には結構ああいうのも受けるの、うん、
で、条件はやる気ある人。まあ第一期の人たちがやる気ないとは言わんけど、一期の中でもみんなやる気はあったし、朝早くても来てくれたりしたし、うん、いい子たちだったね、うん、でももっと向上心のある人がいいな。影響力持ちたいとか、釣りガールでちょっとのし上がっていきたいぞみたいな感じの人、うん、うちを使って釣り業界でちょっとアピールしたいみたいな、うんうん、そういう感じの向上心を持ってる子をちょっとプロデュースしたいなと思って、さっきも言ったみたいに、うちって今本当に登録者数5万人いるんですよ。特に缶釣り業界で言ったらかなり影響力あるんで、いい感じでプロデュースできるから。なるほど。良さを引き出していくからね、うん。なんかそんな感じで、野心のあるね、やる気のある釣りガールさん、募集です。それはまたこのメールアドレスがありますんで、はい、まあそちらの方に応募してください。モフガールになりたいです。はい。そうそうそう。はい、あとモフタイに関しても、次ね、北関東の方にもね、モフタイ作ろうかなと思いまして。これから僕ね、あっちの方結構行くことあると思うんですよ。なので、向こうの方で基礎を作ってくれるような幹事長と出会えればなと思うんで、うん、栃木、群馬、福島、まあ、この辺でモフタイ幹事長したいっていう人がいましたらね、ぜひご連絡ください。それはもう中地の方に言ってもらおう。一旦中地の方に LINE を送ってください。まあ、そこで軽く精査して大丈夫そうな人は僕と面談するっていう感じで行こうと思って、うん、勝手に中地の名前使ってます。本人に何の許可も入れてないからこれ。中地はこの動画見てびっくりしてると思う。ウケる。ということで中地お願いします。受け皿でお願いします、はい、お願いします、はい。じゃあそんな感じで、2024年もますますハート時代には飛躍していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではこの動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。トッティでした。Kでした。